フリーラインが非常にコンパクトになってますからね、なかなか縦にはボール入れられないですね。西、一度下がって小川オンサイドで折り返して振り後傾。キャメット以降は1回戦での勝負となります。さあこれはドーグラス抜けてきた。ドーグラス。サンペールが右に散らして西ワンタッチ。山口から藤本へ。西のパスです。さあ繋がったワンタッチで西から今度よし打ちよ。さあイニエスタ。いいラインですね。大きな展開抜けてくる。低いボール音楽。さあコンディションなのか。さあここは山口穂高が入ってくる。ループ浮かしてシュート決めた。または間のパス西横入れた。藤野がクロスか。相手をかわしてクロス入れる。ファーで西中へ入れた。サイドチェンジ西大吾。浮き玉ヘッドだ。西大吾待っている。胸トラップからマルカイスライドしますがヘッドだ。山口高い位置で西内側のサポート合計アウトにかけてスペースを使ってオンサイド。真ん中にいます。北イニエスタパスをした。西踏み込んでまだ田中純也飛び込んできた。北前に運んでいく。中を見たドーグラス。古橋、古橋のシュート。背後抜けてオフサイドをかいくぐった。ドーグラスだ。1対1ドーグラスかわしてシュート決まりました。1対1ドリブルでドーグラスを使う。そして古橋追い越していく。さあここで22番の西大吾ファウルだよ。あっとこれは PK か。うん、主審はスポットを指しているでしょうか。山口いやさんシュートに来る。クリックした藤本サイドに食ってナイスコントロールです。西ね、ね、西です。さあこの展開一つ今日の。さあここは山口からの展開になる。クロスドグラスサイドチェンジ西です。いいですよね、はい。まあ、こういうとこですよね、そこでしっかりこう西選択として、小林長くて長くて。さあここ西に渡った。西の折り返し主勢仙台一気に長いボール。またパラの裏。そのパラがつくサイドを変えて西を狙う。西スペースへ出して合計空いてますよ。逆にカウンターだ。で、アイド使えるかどうか。アイド使ってたんのボールですね。まあいいキックですね。インフラから右に広げて。さすがですね。本当に西なんかはいいポジションを取っています。あ、スペースにボールが出た。まあイニエスタがどれだけフリーになれるのか、どのぐらいマークされてるのかね、判断しながら。安田さん、藤本の話に戻りますが、はい、まあ、JFL からキャリアをスタートさせて西。小川、ドーグラス、古橋いますが、西はそのまま切れ込んで折り返す。そういうことを素早く情報をこう、はい、イニエスタ上げてきた。ドーグラスうまく触った。その後西今度も小川が行ったんですが、決定機ちょっとジャストミッチ。西シンプルにクロスからヘッド。最初のロングフィード今度は右に通した。左右に棒手が散らして、さあ西中が空いてくる。藤本西の速いクロス抜けてきた。古橋払いました神戸。セルジーサンペール西大吾リアに藤本ひとためしといて、おシュートだ。イニエスタから縦山口落とす。西山口、おー藤本
ックを受ける体勢で待ってますよね、藤本、はい、単に少し準備遅れました、ね、間を抜いていきました、クロス上げて来た、決まった西、最後は西大吾、追加点ヴィッセル神戸、後半の立ち上がり、貴重な追加点、アジアの頂にまた一歩近づく追加点。